ケバさんです。今回はね、求人ロワイヤル、求人ロイヤルというゲームをやってみたいと思います。これは何を言いますかとですね、このゲームの紹介なんですけれども、まあ、画面見てもらったら分かる通り、お鍋を頭にかぶっております。PUBG のパクリゲームとされております。まあ、元はね、なんかのゲームのエイプリルフール用に作られたゲームらしいんですけども、そのゲームがですね、今アーリーアクセス、まあ言えば開発段階の状態でリリースされて、今無料でプレイができる状態です。はい。インストールした時にはね、ソロしかできなかったんですけども、今日アップデート、されたのを見ると、スカッドまでできるようになってるみたいです。まあ、このゲームの特徴なんですけど、やはりこの見ての通り、鍋とかね、フライパンみたいなのをこう防具代わりに使うんですけども、レベルが上がれば上がるほど、スプーンとかフォークとかいっぱいね、鍋についてるもんで、カラカラカロカロ音が鳴り始めると。だから隠密、スニーク系、で行くんであれば、まあ、防具はつけない方がいい。まあでもね、撃たれてしまった時にやっぱ防具があるに越したことないんで、その辺のこう駆け引きが必要になってくると思います。まあドンカツはまだ取ったことないんですけどね、何度か試しにやってはみたんですけども、独特の、癖のあるゲームではありますけども、まあ一応ちょっとやってみましょうか。スカッドね、やったことないんでスカッドやってみましょう。このゲーム一応ね、ソロでやった場合は32マックス30人から1人、が生き残るまで戦うというね、ソロでは戦うということ、ルールになってはいるんですけども、スカートの場合は4人で 30人から4人チームがいくつかあるのかな。 何チームぐらいだろう、47何チームぐらいかな。サーチングフォーゲームってなってますね。ポジションインキュー20、まあ結構4スクでやってらっしゃる待ってる状態になってますね。ソロだとすぐ始まっちゃうんですけどね。まあ30人っていうのがちょっと人数、PUBG とかと比べるとね、少ない印象はありますけども、まあ無料なんでね、ちょっとおバカゲームとしてちょっと何度か楽しんでやらせてもらっております。なかなか始まんないな。サーチングフォーゲーム1分、1分になっちゃったよ。ポジションが今どういうことこれ。始まったかなゲームイズランニング、これ一瞬ね、はい、デスクトップ映っちゃいます。これがローディング画面。これね、雰囲気的にはこう飛行機でこう降り立ってますよの印象をこう醸し出して、こう雲の上のこれムービーだと思うんですよ、多分ね。ムービーが流れておりますけども、降り立つところはありません。もう速攻地面に、降り立った状態で始まると思われます。はい、真っ黒。これ味方はちゃんと名前出るんだ。もうカラコル言ってるやつがいるな。早く俺もカラコル言いたいわ。なんかないかアイテム。お前らもう銃とか持ってんのか。俺も銃くれ。ちょっとあ、ナイフ持ってるやん俺。お前ら装備いいな。もう銃ないんだけど、上行ったかも。こいつら漁りまくってんの。ちょっと俺もなんかくれよ。なんもない。窓開けれるんですよね。窓、両方、一回で両方開けばいいんじゃん。ちょっと、なんかくれよ。なんもな。なんもなさすぎでしょ、ちょっと。あら ?4 足で始まってんのに1人足んなくね、これ。1人足んないわ、これ。うちら3足だわ。
俺だけナイフだし、ちょっと。いや、でもね、なんとか試しにやった時にね、こう、伏せてるやつ、こう、これで伏せれるんですけども、こう、伏せてるやつにナイフ2、3発あったら、2、3発じゃないな。2、3が傷だったらすぐ倒せれたんですよね。ナイフ結構強いんですよ。ナイフ結構強いんでね、穴取れないですけども、でもなんもなさすぎでしょ、さすがに。同じとこ漁ってても手に入らないでね、アイテム。ちょっと違うとこ漁りに行こうか。カラコロうるさいっしょ、これ。え？何？なんかリロードとか言ってたの、今。敵がいるってことか？うるせえな。あ、なんか撃ち合ってる？撃ち合ってんな。いや、俺、ナイフしかないんだけど。なんもない。お前、倒してくれ。これ倒したらわかんのかな？味方が倒したよ、的な。俺、ナイフしかないんだって。無理だよ。なんもないな。戦え。俺の代わりに戦え。俺まだナイフしかねえからね。慣れてんな、もう屋根の上とか登っちゃって。ちょっと俺は漁るからね。お、来た、これなんか。はい、銃手に入れました。これ何銃だろう、ぶっちゃけわかんねえんだから。何銃か、装填数10ということはフロート系じゃないな、多分。お、なんだなんだなんだ、トンプソン。これフロート系、フロート系だろ、これ。リローディング、リローディング。お、これ30発装填だから多分フロート系だな。なんだこれ、グレネード。どうやって投げんだ、グレネード。これアイアンサイトはいいんだけど、すげえ照準ぐにゃぐにゃ表示されてんな、これ。もうちょっとスマートになんないのか、これ。これ味方でも本当に3人だな。当たったでしょ、あんたら。いや、別に俺カラコロ鳴らしたくないから、あんま防具とかしないんだけどね。これなんだろう、これ防具かなんかかな。キープパッド、なんだこれ。足になんかつけたぞ。あ、足が速くなるかなんか、そんなのかな。なんかそんなのがあるとは聞いている。ハンドガンっぽいな、これ。あ、持てるんだ、ハンドガン。10発装填。まあ最悪これで撃てよって感じか。あら、近くに敵いんじゃない？そんなことない？あ、あいつの音か。今なんか見えたんだけど、マガジン拾っとこう。あんまカラコロカランコロンカランコロン言うんで、俺防具とかあんまつけないんだ。なんだこれ、レフトアロー。あ、何これ、アーマーか。でこれね、バッグか。あ、コンビニバッグ手に入れた。これ多少インベントリー増えんのか。あ、マップ見てないや。これ全然、いや、アンチ外れてんじゃん。ちょっと全然気づかんかった。おい、ダッシュで向かわないと。やばい、死んじゃう。なに？なにこれ？あ、ピザか。食い物か。回復系かな？ちょっと、出口どこだ？向かわないと。ダッシュモード。
出し戻す。お、早っ。これ足のやつつけてからだ。うわ、すげえスタミナがちょっと。すげえスタミナめっちゃ減るけど、右下のバーが。いや、でも回復も早いな。もうダッシュで逃げたいとか、冷たいときではいいのかもしれないね、これね。おー、足も速い、回復も速いな。撃ってるし。ちょっと。敵いたのかな、今。ちょっと早いとこ、合流しよう。撃ってるし、ちょっと。ちょっと、隠密で行こう。あ、やべ、アンチ。アンチこっちだけど。早く追いつかないと、味方に。え、なんか撃ってる。あ、やっと追いついた。頑張って、俺をキャリーしてくれ。これ屋根登るの基本か？これバッグ落ちてますけど、このバッグの方がいっぱい持てんのかな。お、やってる。なんだ、あ、ジャンプするやつか。ここはやばそうだな。ちょっと、取れねえか、ここ。あ、いた。レスポンス悪い、なんか。あと残りない。16人？結構残ってんな。カラコロカラコロ、うるせえな味方。隠密ができんじゃないか俺。え、いたの。ちょっと撃ってるけど。はいや、はいや、ちょっと。すーげー飛んでる。アンチ入ってないやん。やばい。味方、大丈夫か、味方、後ろの味方。撃ってるし。敵どこだ。敵はどこなんですか。後ろ、こっちは、うわ、アンチ街のとこから撃ってるけど。なんだよ、もう。防具か、これ。わかんねえや、なんか拾ったわ。後ろから敵来ると思うんだけど。なんだこれ、ちょっと弾だけもらっとこう。トンプソン、あ、弾めっちゃあるようになった。え、撃ってる、どこ撃ってんの。ちょっと こっち方面からでも敵来そう。いやいや、アンチ入ってないやん俺。どこ向かって撃ってんのよ。今一瞬屋根に見えたよな、これ。
なんかある、なんかあるけどわかんねえ。戦ってんなこいつら。あ、倒したんだ。うめえなこいつら。ちょっとでも怖いな。ちょっとこの辺草むらで。あ、撃たれてる。当たってないか。ちょっと2方から詰めようぜ。倒したか、わかんねえや。倒してねえな。あ、いた。今当たったか。倒したね。うわ、めっちゃショット落ちてるけど無理じゃん、これ広いに。あー、ちょっと、はい、撃たれちゃう。漁ってる場合じゃなかったよ、これ。もう漁り方がわかんねえな。いっぱいアイテム落ちてますけど。あとどうなんだこれ、感染とかできんの。感染モードないの。タブ、インベントリー出てるけど、タブ押したらどうなの。インベントリー無駄に見えてやがんな。これ感染ないの、感染。感染モードないっすか。めっちゃアイテム落ちてんだけど。あ、あったあったあった。あ、これ、フリールックやん。これ、ダメじゃん、これ。これ、これ、味方ゴースティングしてるようなもんじゃん、これ。大丈夫？これは PUBG でもさすがになくなった機能だよな、これ。あ、敵がカラコロカラコロ音がするね。ガンマチだ。あの、これバーナーみたいなの持ってるけど。オキシゲン。回復かなんかかな。酸素か。まあいいや。わかんねえや。ガンマチやん。お、お、来るんじゃない？これでも、本当にこれ、感染モード、これ周り見えちゃダメよね。索敵しやすくなっちゃうからね。前ぐらいいるんじゃん。マップ、あ、マップ見えるし。あ、もう味方、あ、ギリのとこいるんだ。正面いるね。あ、いた。あれ敵でしょ。しゃがむと音は多少マシになるのか。やっぱ、お、いる。撃っちゃえよ。お、二人ぐらいいるやん。え、なんで撃たないの。あ、狙われてる、狙われてる、狙われてるよ、狙われてるよ。死んじゃった。終わりかな？終わりかな？終わりです。もう感染できない。終わりです。終わった感ないよねこれ。なんかね、まあ開発途中だから仕方がないか。はい、てな感じで、求人、ロイヤル、はい、こんな感じです。また次回はね、あの、ちょっとドンカツ取れるように、ドンカツかどうかわかんないけど、取れるように頑張りたいと思います。では今回この辺で。さよなら。カラコロカラコロ。